マナセイイシアクは、ナイジェリアポートハーコート出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。母国のイバダンにある、シューティングスターズ SC でキャリアを始め、ナイジャードック・ラゴスを経て2000年に KS、KSV ルーセラーレと契約した。数年後にトップカテゴリーのラー、ルビエールズへ移籍すると、2003年の、 ベルギーカップ決勝戦でシントトロイ VV 相手に2得点を挙げ、3から1の勝利で優勝に貢献。2005年1月にクラブブルッヘへ移籍し、2007年のスタンダールリエージュとのカップ戦決勝で唯一の得点を決め、タイトルを獲得した。2007から08シーズンにドイツの MSV デュースブルクへ移籍金130万 US ドル4年契約で加入。 DFB ポカールの SV バベルスベルク戦で公式戦デビューをし、2007年8月12日のボルシアドルトムント戦でリーグ戦デビューをすると、この試合で2得点を挙げ3から1の勝利に大きく貢献。ホームでの2試合目アルミニアビリーレフェルト戦でも再び2得点を決め、ホーム初勝利に導き、この時点で4得点を記録し、得点ライク首位に立った。 2008から09シーズン、移籍金250万ユーロ2012年6月30日までの契約で 1FC ケルンに移籍した。しかし、ケルンでは、レギュラー争いに勝てず28試合でわずか1得点のみとなり、2011年1月31日に、ベルギーのシントトロイ VV へ、シーズン終了まで貸し出された。ケルンへ復帰するも意思役の居場所はなく、 2011年8月に双方合意で契約解除した。2013年2月2013から14シーズンに向けてベルギーのスポルティング・アールストと1年契約を結んだ。2007年10月14日2から2で引き分けたメキシコ戦にベルティフォクツ監督の下でナイジェリア代表デビューを果たし得点を挙げることはなかったもののフル出場した。 医師役コンプレッツコロンスイッチ AB 医師役、ウィールハブツーウェイトチョーポ、モーティングウントダズバーフリックストファックス医師役、ファーレストデン FC、マナッサイ師役コムットオンズランゲンバースターキン、医師役フィンドットネウエンファーイン。ありがとうございます。